アーサー・フェリング・ウィジー、イディッシュ語。ヘブライ語、英語、アッシャー・ハー・エイチ・フェリグ、後、アーサー・フェリング英語、アーサー・エイチ・フェリグ、1899年1968年は、アメリカの写真家、ユダヤ系。ウクライナで生まれ、1910年にニューヨークに渡った。都米に際して解明される。戦前から活躍し、1940年代には、 写真家としてのステータスを確立した。意図的に残酷なシーンやスキャンダラスなシーン、及びそれに群がる人々などを撮影した。その作品は芸術写真とも報道写真とも一線を隠す作品群である。暗いししのによれば次のように評価されている。1950年代には写真から離れた。 ウィージーという名前は写真撮影の対象となるような事件の場面に誰よりも先んじていち早く駆けつけることができる。すなわち、そういう事件を嗅ぎつける霊感のようなものが強いということからウィジャボードのウィジャから取られたとも言われる。なお、ミドルネームの H が何を省略したイニシャルであるかを示した文献は今のところ存在しない。ありがとうございます。